床の仕上がり、要は土間で、まあ、土間の土間打ちみたいな感じ、左官の土間打ち。これちなみにここがアースバックのバックの部分で、これがコンクリートで鉄筋組んであるところ、引いてあるところで、まあ、ポイントはまあここかな、この辺が結構ポイントで、まあ、コンクリートを除いたこの辺の仕上がり、やっぱこれがね、これ防止、これが大事だな。これがまあ防湿シート、この防湿シートがちゃんとぐるっと入ってるっていうことで、湿気がモワモワモワっていう湿気が上がってくるのをちゃんとカットしなきゃいけないと。これでなので、これはビチッとちゃんと入ってるのが大事です。で、防湿シートもちゃんとこう、まあ、これ横で見た時に切れ目があったらこう貼っていくんじゃなくて、こうするとこの切れ目から出ちゃうから、ちゃんと重ねるようにこう貼っていきます。重ねるように。で、これがまあ大体もう300ぐらいかな、300できれば500ぐらいのかぶり幅が欲しい。で、かつここにテープを貼っちゃえばより防湿効果高まるけど、まあ一応使用書見たらそこまでしなくても十分効果がありますよってことで、まあ、今回重ねてあれば大丈夫です。で、まあ土間打ちのね、そう、そう、これ結構大事な話でね、そう。で、防湿シートでのこれがね、どこに入るかっていうのをちょっと今日もいろいろ考えてて、まあ防湿シートがこのコンクリートのすぐ下でやるときもあるんだけど、とりあえずこのどっかのレイヤーに入っていればいいんだけど、何がポイントかっていうと、防湿シートを敷いてから何回も何回も歩いていくうちに破けちゃったりするっていう、はい。だから、まあ俺も今回コンクリートするギリギリでやろうかなと思ったけど、防湿シートをこの下に、一番下に敷いて、まあ、この下が土になるんだけど、土になりますね、ここが土の部分で、もうこの上に1センチぐらいちょっと薄めに砂敷いてあげて、で、その上に砂利を敷くと。で、まあ、結局その破く原因っていうのはこの砂利で、やっぱ砂利のこの角張ったこのゴロゴロした感じが、歩いててどん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 こう何回も何回もこの上を歩くと、さすがにやっぱいくら分厚い防湿シートであり破けてしまうことがある。なので、まあ破かないようにちょっと気をつけて歩いてもらって、まあ土と砂に挟まれてれば防湿シートはもうまず大丈夫なんで、で、その上に砂利を敷いてワイヤーメッシュを敷いてモルタルを打ちます。で、まあ、ちょっとこの今回の絵が全部同じで、どこ、よし君からどこからどこまでがモルタルなんだ、どっちがコンクリートなんだって話なんだけど、今回は、まあ、いつもだったらもうモルタル、もう別々の配合、モルタルっていうのはもう砂とセメント1対3で、コンクリートは砂利が入るかと、砂、セメント砂利1対2対3とか、まあ、1対2対4とか、まあ、これちょっといろいろ配合あるんで一概には言えないんだけど、これはもう構造になるんで必ずコンクリートじゃなきゃダメです。ここをモルタルにしたら構造と 見てくれないんで、これはここは必ずコンクリートで、ここはもうついでにもうミキサー車、もう来てくれるんで、ドボ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 流すんで、もう一緒にもうコンクリートでいいやという感じでやってて、で、しかもモルタルの方がちょっと値段高いんで、砂利が安いから、砂利が入ってるか入ってないかだけで値段がちょっと、セメントの量も上がるし、ちょっとモルタルの方が高いんで、まあ、コンクリートいきます。そっちは強いし。で、本来もしモルタルとかコンクリートで仕上げたいときは、ちょっとまあ明後日ミキサー車来るときに鳴らすんだけど、そのときに分かるんだけど、結構この表面、モルタルの表面だけで仕上げたいときは3回ぐらいコテで磨いてあげる、ステンレスのペラペラの、そうするとバチッと綺麗なコンクリートができて、まあ本当こういうキラッキラ綺麗な。ただ今回タイル仕上げでしたいと思ってるから、粗打ち、まあ、土間ごて、プラスチックのコテで
荒らした状態ぐらいのちょっと粗い仕上げでいきます。その方がタイル貼るときに定着しやすい。なんでまあ何で仕上げるかによってちょっとこの フロアレベル FL もこう前後してくるんで、この FL を決めたいときはちゃんと逆算してやっていかないと。なんで厚みとかっていうのをちゃんと考えて、でタイルも30厚みがあるんで、そうするとこの高さが全部出る、うん。まあ、この工程をちょっとなんか、今日床の慣らしをやりたいのと、あとまあ2本柱のまだちょっとコンクリートのこの部分2本足りてないんでこれを作業する。で今日これをちょっと優先にして明日休みに明後日の19日の午後からミキサー車が来るんで、まあ今日これで、明日休みで19日の、あでも午前中は多分この作業、またメッシュ貼ったりメッシュを切ったりとかしなきゃいけないから、午前中作業して午後からコンクリート、コンクリートの打設が入る。で、ちなみにもうちょっと言うと21、多分22ぐらいで今度、まあ、屋根スラブっていうんだけど、天井のコンクリートこの時はこういう状態になってるんだけど、荷重がすごい加わるんで、突っ張りしたりとか、これは結構まあそういう向きも出たら向きでもいいんだけど、結構あるんですけど、まあ、そういった作業でやめしらっていうのがこの。作業かの作業なんですかね。電気がどの高さに入って、で水道がどの高さで入るか、確かに大事なポイントなんで、この辺が GL だよね。床の高さがこれが FL ですね。で、まあ、凍結深度っていうのがあるんで、その凍結深度より下のところにだいたい15センチかな、一般的には凍結しちゃうよっていう、凍結深度、そう、うん、それより上だと凍結しちゃうよっていう深度ですね。そうだね、が長野県とかだと60センチ、結構そのかん、あの阿蘇とかもっとすごいじゃん、阿蘇とかは60センチ、大体が15センチ。へー、寒いところが深い、寒いところが深い。だからもしアースバッグ積むときに難しいな、めっちゃ掘って、もうね、下手したら60センチががっつり引っ張らなきゃ、4、5段ぐらい埋めなきゃいけなかった。じゃないと霜でここまで凍っちゃうから、上がっちゃう、氷で家も持ち上がっちゃうぐらい。で何が言いたいかというと、これどうしたっけ、こうしたら今回、まあ、20センチ以上ね、ここは一応20センチ200ミリ以上のところから、排水、給水、給湯が入ってて、
こっから単純にとりあえず立ち上げてます。うん。うん。もうこういう状態でも立ち上がってるんで、これもあっくん昨日やってくれたんでキッチン見てみたらもう分かる。もうこっから上がってる。で、まあ、配管に関しては200関係ないから、地っていうのはこう車が通るところで押し潰されないかどうかとか、そっちの方かな。うん。でここでこっちと、まあ、勾配逆なんだけど、勾配取らないといけないか。もう勾配大丈夫でしょ。勾配、うん、まあちゃんと勾配をつけてあげる、ね、で、まあ車が通った時にここに影響しないかどうか、だいたい300ぐらい下に行くんだけど、そう考えると300ぐらい下だし、あのさっき言った、あのさっきじゃない、昨日ちょっと説明したんだけど VP と VU 管っていうのがあって、 VP と VU っていうのがあって、この V どっちが三笠なんだっけ、 VP の方が熱い、 P が熱いの、この VP が熱いから肉厚で、まあ、そういうのをこっち使ったね。で VU っていうのが肉薄なんで、この車がかからないところに使う。で、ちょっと使いちょっとした使い分けがあるけど、っていうところだっけかな。はい。うん、この角度って何ですか？勾配は何度で？20度ぐらいだけど、1001って言ったよね。1001って1下がる、うん、1001少なくともだから1002とかでいいんじゃない。え、違う、100だ、100、102だから1メーターいったら20下がる、22センチ下がるっていう考えだよね。だよね、うん、だよね、が勾配の、うん、それはメモリ、水平器の一メモリ目が101、二メモリ目が102。でも勾配入れて、うん、この場合は20センチの深いところも、うん、あれ、あの地面から20センチを入れなきゃいけないっていうことですよね。まあ、ここは20センチじゃなかったとしても、あのこの VP 管を使って車が通っても割れなければ別に20センチ以上下じゃなくてもいいけど、はい、でも20センチ以上は下に入れておいた方がいいかもね。なんか10センチってなんかすごい薄いイメージがある。うん、ペラペラで、なんかこう影響しそうだよね、うん、いくら強いやつ使っても。だからそういう意味では結構200、300、もう電気とかも、そう、電気とかもやっぱそういう影響があるから。あ、そう、これ電気書いてないね。電気とかは黄色で書いちゃうかな。電気はね、まあこれ300以上下に入るんだけど、こっからね、ここからね一回ね外に上げてんだよね。で、ボックスがつくんだけど、ここにまず外からの電気を、電柱からの電気を埋設して、そこが元なんだけど、そこの裏にある電柱からもずっと掘ってやって、うん、フレックスっていうね、で黒い蛇腹のやつで、この地面からここは300以上かな、水がザーッと雨降った時にビシャビシャかかんないあたりなんで、まあ、大体高ければ高い方がいいけど、高すぎてもなんかみっともないから、まあ、大体300ぐらいか、300ぐらい、まあ、高さにボックスをつけて、で、こっから
まあ、これが40ぐらいのパイ、40パイの塩ビパイプなんだけど、こっから、ね、電線がこういって、ここで結束して、また中に入る。うん、で、こっから分電盤に行く。っていう感じの流れ、うん、したらここにボックスが直接ここからね、あの分電盤に行っちゃってもいいんだけど、ここに一回ボックスかますことで、じゃあ隣になんかまた作りたいものが出てきたっていう時に、ここからまた結束してこの別のまたコードを入れて持っていけるんだよ。あ、でそれもあってパル君と話して、ちょっとこう下、こうなんか下に上げて、パル君と話して、ここにボックスかましていた方が何かと都合がいいよね。中に入れちゃったらまた分電盤から外に引っ張っていくのも大変だけど、ここまで電源が来てるとかってのはここで結束すればまたするんです、うん、っていうところも考えてボックスしてるから、もうそれ以上の計画がないときはもうこのまま地面掘って同じようなところでもう分電盤まで行っちゃって、うん、という感じで電気、水道、排水、うん、あ、多分多分聞いちゃったかもしれないですけど、うん、その、こっちか、水、こう、なんやっけ、凍らないように、あ、そっか、ガンって開けてんだけか、あ、じゃあいいか。凍らないように、ガンって開ける？あ、そう、凍らないようにもう90度上げてるっていうことですよね。地面から。そうだね、地面から入って、室内だったらまだ暖かいから。大丈夫なんだ。あ、うん、そこまで氷点下までいかなかったですよね。室内やる分にはまず大丈夫だね。排水口も大丈夫なんですか？排水も別に中に水が詰まってるわけじゃないから、はい、こういうね、水はさ、中にさ常に水が入ってる状態なんだよね、例えば。あ、で凍ると、体積が増えるから、はい、それでも膨らんで、である程度 何年かして劣化してるやつはそこで破裂しちゃったりする。あ、だからね、膨らんじゃうんだよね。そういう意味では、こっちの缶っていうのは別に水が入ってないから凍らないし、うん、そういう影響はない。地味ならその車の荷重を見るね、はい。ありがとうございます。そんな感じかな。で、これが20だと柔らかい。200だとすごい柔らかすぎる。柔らかいから、なんだろうな。まあ、ポンプ車とか使って、ポンプ車を通してやるときは結構ね、柔らかくしないとスムーズにいかないから、そういうときはここ20とか200っていうのは20とか20センチだから、18ちょっと固めで、15とかになるとすごい固め、まあこうそういう感じでこれスランプで、これが予備強度っていうのがあって、これはまあシンプルに言うと圧縮強度だよね。圧縮したときの強度24あればまあ十分です。法律で言うとね、12以上をしてくださいって。RC の法律見ると、なんて呼び方したかな。呼び方はすげえ、12以上使ってください。24だと十分。じゃあ、コンクリートを注文するときには24、18、そうだ、一般的にはね、22の18の20が一般的かもしれない。ちょっと強めにしたんだよね、一応。やっぱり強くなればなるほど値段も変わりますね。値段もちょっと変わるのかね。これで値段がね、変わるかどうかまで俺ちょっと分かんないんだけど、一応その数字っていうのは、まあ、法律と絡んでくるから、下手に安いから低いやつなんでもちょっと言ってみた、うん、はい、板床の時って、うん、これは何で固定するの？板床タイル仕上げのところが板